シンゲンはルクセンブルク大公国に約100ある基礎自治体の一つ、デミヒ群に属する。シンゲンは基礎自治体の名であると同時に、その中の地区の名でもある。シンゲン地区はモーゼル地方にあるブドウを産出する小さな町だったが、1985年にシンゲン協定が調印されたことから世界中に名が知られるようになった。 ルクセンブルクドイツフランスとの国境が交わる三国点に位置しており、ザールラント州のペルルやロレーヌ地域圏のアパシュと接する。協定調印当時、シェンゲン地区を含む市はリマションと呼ばれていた。2006年9月3日に市名をシェンゲンに変え、さらに2012年1月1日に隣接する2つの市とが合併し、現在のシェンゲン市となった。シェンゲン市内の地区名を と綴りで表記し、必要に応じた言語を付記する。2012年1月1日付で、それまでの宣言主と、西隣のバイアーメレング氏、及び北隣のウェリスタイン氏とが合併し、新氏名を宣言主とした。詳細は、宣言協定を参照宣言という言葉は、国境管理が解除された地域を指す表現として、用いられるようになった。 これは1985年6月14日に欧州共同体の加盟国がシェンゲン付近のモーゼル川の三国国境地点に停泊した戦場で共通の国境管理及び人と物の,の自由な移動を可能にすることを起としたシェンゲン協定が調印されたことによるものであり、菓子には調印を記念する石踏みが建てられている。宣言協定やその後の計画実施に関する協定を シェンゲンビサイツスタンドと総称する。シェンゲン協定は1995年3月26日に当初7カ国で効力を発し、このことは1999年1月1日の単一通貨ユーロの導入と並ぶ欧州統合の過程における大きな出来事とされている。市内に立つ上官シェンゲン協定記念碑の周辺には、シェンゲンの観光地が点在する。 建造物として13世紀から経つ、水辺の城石や境界、城間などがある。また再建されたバロック庭園は、ガーテン・オーネグ・レント村に含まれている。宣言からは、モーゼル川沿いに、北東のザウアー川との合流。また、ドイツ方面側のブドウ生産地域は、サドリーシェイ・ワイン・モゼルと呼ばれ、モーゼルザール・ルバーというワイン生産地域の一部を構成する。 ルクセンブルクは燃料に課される税金がドイツやフランスより低く販売価格が安くなるため、シェンゲンにはルクセンブルク国外から安い燃料を求めるドライバーが集まってくる。ありがとうございます。